もうここも 2,3 年のママタレ界、もうめちゃくちゃ気になってしょうがないんですよ。女優なのにママタレって人たちが続々出てきてるのが興奮してしょうがないんですよ。なんで興奮しませんですか？一番最近気になってるのが YouTube 界でももうすごいじゃないですか、勢いが。お嬢さん何歳なの？今9歳です。すっかりね、ママになりましたね。ママですよ。ママ感するでしょ？全くちょっとでも芸能人もママタレっていう言葉ね、うん、はいはい、昔そんなたあの用語なかったんですよ、うん、花丸マーケットあたりからママタレっていう言葉が出始めたんですけども、うんうんうん、なんかいろいろと戦国時代というか、もうあのポジションっていくつも椅子がないから、うん、戦いすごいんじゃないですか。だからずっとその戦いって続いてると思うんですけど、うん、もうここも 2,3 年のこのママタレ界、もうめちゃくちゃ気になってしょうがないんですよ。気になってしょうがない。だってもうすごいことが起きてるんですよ。だってママタレのここ最近のナンバーワンって誰だと思う？ここ最近のナンバーワン、ナンバーワン、もうこの人ママタレナンバーワンだろうと言われてきた人、ゆうこりんでしょ、うん、ゆうこりんどうなりましたか？辛い別居生活が続いてるですよね。かつてはママタレとして本を出したりとか、レシピ本出したり、うん、洗剤の CM したりとか、バラエティ出て料理作ったりとかしてたじゃないですか、うん、離婚したしても彼女はママタレのポジションは全く揺るがなかったですね。そうなんですね。むしろ上がったんです。そうな、それでもシングルマザーでも頑張ってやってるっていう部分がすごく不倫されたっていうのもありましたけど、うん、同性から共感されてすごい人気だったじゃないですか、うん、でもやっぱりこう離婚するなら離婚する、復縁するなら復縁するってどっかでこう区切りがあったらいいのかもしれないですけど、ずっとなんかこう夫婦間大丈夫かなっていう空気があると、なかなかこう仕事、まあ、そうママタレとして新たなことをなんかやってないからね。そうなんです、うん、分かる。それはまあそう、まあ、ゆうこりんでしょ、うん、他にも誰か、もう最近ちょっと SNS で引退したのに、あ、ゆっきーな、そう、ゆっきーなも、まあ、藤本さんと、まあ、離婚する前からこう娘さん2人いて、うん、めちゃくちゃ人気だったじゃないですか、うん、それはやっぱタピオカ騒動があり、うん、離婚がありで、うん、まあ、引退もしちゃって、まずそこ枠が開きますよね。ああ、でそこに入り込んできたのは女優さんたち。なんか小松さんのこう、まあ、時代、女優は私生活を見せない、完璧よみたいな部分ってなかったですか？まあそうですね、うん、あの基本的に美の秘訣を教えてくださいって言ったら、うん、ほとんどの女優さんが何にもしてませんって答えてましたからね。ですよね。そんなわけはないだろうと思いながらもねまあまあそういう時代ですよ。そうですよね、うん、だからママタレっていう人は女優さんとかじゃなくてタレントさんが多かったわけですよ。ママという自分を売ってタレント活動をしているという方が多かったじゃないですか。だけどここに来て女優なのにママタレって人たちが続々出てきてるのがもう興奮してしょうがないんですよ。なんで興奮しませんですか？だって私生活を結構明かしてくれるんですよ。すいません、意味がわからない何誰まず北川景子さん、好きなママタレナンバーワンに北川景子さん選ばれたんですけど、もともと女優さんとしても人気だけど、また出産してママになってまたプラスになって人気なわけじゃないですか。でそれがすごいのが、だって私生活を結構自然体に話してる。去年の9月に出産されて、11月にはテレビに出てたんですよ。13キロ太られたんですよ、まあ、出産で、はいはい、だけどまだ5キロ戻ってないのって言ってて、それもぶっちゃけちゃうんだ。普通だったら私の女優さんのイメージだと13キロ太ったら13キロ以上痩せて戻りましたよって何食わぬ顔でバラエティ出るっていう、まあそうね、どうやったらこんなにへこむのかなと思うもんね。だけども北川さんはこの2ヶ月ですごく頑張ったけどまた5キロ残ってるんですとか、そういうことを言っちゃうわけですよ。あれだったら嫌がりません？なんか事務所もそのお母さんの色がつくと嫌だ。まあまあまあそういうところもあるかもしれないし、うん、やはり女優さんってあのプライベートを喋らない生き物でしたからね、うん、ですよね、うん、もうなんかお風呂は1分で済ませますとか言うんですよ、うん、北川景子さんお風呂1分でどうやって洗うのとか、1分で洗えるのとか思うじゃないですか、うん、でもあの美しさだからそういうことも言っちゃうし、で大吾さんはすごく育児に協力的だけども、あのお子さんが泣いてる横、大泣きしてる横で爆睡してるんですよとか、何その話っていう。なるほど ね。いやいや、それは最強じゃないですか。最強だね、あの美しさでそれ喋られちゃうとね。ママタレの今までの人たちは
どうにかこうアピールして、うん、私はママよママよちゃんと仕事ちょうだいって頑張ってきたわけじゃないですか、うん、だけども何もしなくてもどっからカッと見ていく感じだねザバーって感じじゃないですか、うんうん、なそれはで北川景子さんの他にも、うん、菅野美穂さんですもう2人のねお子さんのママですけどももともとねやっぱああいう明るいキャラというかバラエティ出ると本当一生懸命お話ししてくれますけどそれに子育ての話とかが加わるとめちゃくちゃ深いんですよねなんかいつもニコニコしてるイメージの菅野さんが怒ってない時は5分だけ1日ずっと怒ってるもうそのぐらい子育てが大変なんですさっきの話なんですけど女優さんってそうあまり色つけるの嫌じゃないんですかと聞かれてもいや考えたことなかったですねって本当に子育てが大変なので、まあ、聞かれたら答えてるだけなんですけどっていうようなあでもまあ自然体ですもんねまあ北川さんもそうだけど自然体はもう昔から自然体ですよ ねそういうことを言ってくれる機会がたくさんあるので私的にはもう大好物だもんね大好物だってもうやっぱり自分も娘とか子供がいると他が気になるんですよああ、うん、そういうところからそうどんな家庭をしてるのかなとかどういうふうに子育てしてるのかなとか堺雅人さんと菅野美穂さんがこう子育て論とか喋ってるのかなとか思うじゃないですかあなたは本当にあの芸能レポーターをやるために生まれてきたような人だよねもうそのえげつない好奇心ねえだって、うん、夫婦なんですよだから、うん、旦那さんが一般人とかだとちょっと面白さが半減するんですよやっぱり両方夫婦が芸能人、まあ、相手が見えるからね見えるからじゃあ他にもいますかそういう人ちょっと私一番最近気になってるのがもう仲里依紗さん YouTube 界でももうすごいじゃないですか勢いが本当に中尾明義さん旦那さんの愚痴を言ってるんですよ、うん、本当ムカつくずっともうムカつくいきなりさ、今日ご飯いらないって言ってたのに、うん、途中でご飯なくなったからって、うん、急に帰ってくることになって、え？どう何作ればいいの？みたいなことをずっと言ってるんですよ芸能人の人が旦那のその中尾さんの愚痴を言ってるよっていうのをずっと見ちゃってそういうのずっと見て、うん、自分もそうでもう平気になれるわけねいやでもなんか、うん、あ、分かるって思うじゃないですかダメですよ急にご飯いらないって言って帰ったら本当にムカつくんですから俺に言う中里依紗さんってインスタグラムのフォロワーが282万なのこれだけでもすごいのにプロフィールの一番最初これ読んでみてください長生きしたいすごいでしょ長生きしたいで始まるんだよ中里依紗さんとどこまで行くのかなと息子さんも一緒に出ちゃってるし、うん、サングラスしてますけど、うん、最近なんかあの大手事務所にスカウトされてそれも3人でいたんですよ家族だけど中里依紗さんと中尾さんって分からなくてスカウトされた、うん、お子さんどっかの事務所に所属してますかって言ってことは可愛いって可愛い、ね、それをバンザーイって言って喜んでるんですよエリートコースだーってそんな女優さんいますかといやでもねどこからかすごい吹っ切れたんだよあの子はそうですよねああそれはもうまあいろいろあった時期もあったけど、うん本当にパワフルよねそうなんですよだからもうこれからは女優さんですごい地位がある人がママになって自然体でこう私生活を出してきちゃうと普通のタレントさんじゃ太刀打ちできないなもちろん北川さんとか狙いにいってるわけじゃないと思うんですよ、ね、それはそう思う、ね、女優さんたちはだからママタレということを意識してるというよりも、うん、結果としてそこの席に座ってるっていう、うん、そうなんですよプライベートは言わなくてもいいのに言っちゃうサービスとかああもうこの人って自然本当にあのまんまなんだろうなっていうようなイメージもつくし菊池は日頃も最近記者会見とかないじゃないですかないです、ね、で記者会見とかないということは家でずっとネットをいろいろ調べて誰がママタレ戦国時代を勝ち抜くかみたいなのを調べてるわけそうなんですよだからもう本当にこの今記者会見が少なくて囲みとかもないもう本当にもどかしいんですけど SNS が豊富なので、うん、それはちょっと駆使して少しでも情報をもらおうと思ってずっとやってます娘にママスマホ見すぎって言われるママとしてはちょっとダメですけども大丈夫ですそのママタレ枠にあなたは入ってないのでずっと調べてください。お願いします。まあ、はい。はい